アニベルセル、港未来横浜アニベルセル、港未来横浜は、神奈川県横浜市中区振興に2014年2月16日、グランドオープンしたブライダル施設。運営会社は、青木ホールディングスグループのアニベルセルで、同社の基幹店となっている。日没後の式場ライトアップ式場通路、横浜随一の観光、デートスポットとなっている、港未来地区内にて、 コスモクロック21などがある遊園地横浜コスモワールドの隣接地に2014年2月16日グランドオープン。なお、投資機場は高級施設ではなく道外区における30年間の定期着地を前提として計画されている。建物は5階建てで延べ床面積約1万7000平方メートル。2つのチャペルと7つのバンケットから構成され、 港未来の街を訪れる一般の人々からも祝福される開かれたウェディングをテーマとしている。日本国内最大規模の結婚式場であり、アニベルセルが展開する結婚式場としては14カ所目となる。投資式場利用者以外の一般客も利用でき、テラス席もあるパリスタイルのオープンカフェ、アニベルセルカフェを併設している。こちらのカフェは、 結婚式場に先駆けて、2013年12月12日に先行をオープンした。港未来地区内では投資機場の他にも、2013年11月に、投資機場の近接地に開業した、グランドオリエンタル港未来というブライダル施設があり、2016年3月には、同じく近接地の、マリーンウォーク横浜内にウェディングゲストハウス、 ベイサイド迎賓館ベランダ港未来がオープンしている。さらに、同地区内のホテルでもブライダル関連プランを強化するなど、ブライダル産業が盛り上がりを見せている。投資機場の着工前には、計画時点の建物の外観などが地域の景観にそぐわないとして、横浜市市長の諮問機関である都市美対策審議会から異議が出され、景観論争となった。 最終的に問題となった建物の高さや外観デザインの修正が行われている。詳細は公式ウェブサイトを参照。当式場に併設され、2013年12月12日に先行オープンとなったアニベルセルカフェの2号店。式場利用者に限らず、一般客も利用可能である。ただし、駐車場に関しては式場に併設されている。 予約制の駐車場ではなく、近隣の駐車場を使うように、公式ウェブサイトでアナウンスされている。神奈川県横浜市中区振興2-1-4-2012年1月に、アニベルセル側が投資機場の計画時点における外観パースを提示すると、横浜市市長の諮問機関、都市日対策審議会は提示された外観などが、地域の景観にそぐわないとして否定的な見解を示し、 景観論争に発展した。なお、都市美信の委員メンバーは、専門家や商工会議所、その他の市民などから選ばれている。港未来地区の振興地域では、従来より振興地区町並み景観ガイドラインが定められており、近代港湾発祥の地として、歴史性を継承し景観に配慮した町並みが、形成されてきた経緯がある。また、市が定める。 横浜市魅力ある都市警官の創造に関する条例により、同地域では開発前に都市警官協議が義務付けられている。同条例では協議にあたって都市微信の意見を聞くように定められており、今回の都市微信の審査もその一環で行われた。都市微信が問題点として挙げるのはなどである。これに対して同年3月までにアニベルセル側により、 建物の高さや色調など一部の修正は行われたが、都市部新側は修正が不十分としており先行きが不透明な状況が続いていた。また協議には法的拘束力がなく、この時点ではアニベルセル側が協議を打ち切って開発の継続も可能な状況であった。そして着工予定時期を2ヶ月前に控えた同年5月までに、 アニベルセル側が協議の打ち切りを申し出ており、協議は不調に終わっている。高級施設の開発において、事業者に土地が売却となる際には、土地の公募時における事業者側に対する開発条件として、前述の景観ガイドラインの遵守が規定されており、同ガイドラインに沿った厳しい審査などによって、時間をかけて協議が行われるが、今回のように一時的な貸し付けによって、 事業者に土地を対応した上で計画された施設の場合にはあまり時間をかけずに部分的な協議のみが行われているため警官ガイドラインに沿った開発計画へと導くのが難しい側面も浮き彫りにしている。前述の通り協議は不調に終わったもののその後も調整を重ねた結果、同年8月に変更協議申し出書がアニベルセル側によって提出された。 この申し出ではこれまでの協議を踏まえた外観デザインの変更などが行われており、これにより、景観ガイドラインとの整合もされていると判断できることから、横浜市側は、景観協議が整ったと同社に通知、加えて同月末までに定期借地契約の締結を行うことが、横浜市により公表された。今回の修正に対して、都市微信の渦森尾部会長も、十分とは言えないが、 一定の評価をしている。その一方で、宇ずは事前協議の進め方に大きな課題を残しており、問題の再発防止のため制度の見直しなども含めて改善を図っていきたいとコメントを発表している。投資機場における当初の計画では2012年7月の着工、2013年8月の春工を予定していたが、上実の景観問題により着工が2ヶ月ほど遅れ、 最終的には2012年9月の着工、2013年11月の竣工となった。投資機場の敷地には以前暫定施設のカーチスがあった。また、隣接地の横浜コスモワールドも時期は未定だが、投資機場と同じくいずれ高級施設の開発が行われる場所である。ありがとうございます。